はい、今回は、100連敗の、シニア組、の、ベスト4の、碁を紹介したいと思います。はい、黒番が上甲九段で白番が与田九段です。はい、この2人は昔与田九段が若手の頃、上甲九段に結構教えてた、エピソードも結構ありまして。そうですね。それで、久しぶりの対局となりましたかね。はい。じゃあ、それでもお願いします。まあ、与田先生、まあ、三々打つの結構珍しいと思うんですけど、まあ、結構 AI の影響で、最近は多いですね。どちらかというと白番の方が勝率がいいような気がします、与田先生は。そうですね。ここで昔は手を抜くことはあんまり考えられなかったんですが、今は直接三々入ることもあるので、はい。まあ、そうですね。こういう打ち方も出てきたんでしょうか。でもちょっとこっちから押さえたのは、ちょっとこちらに剣先が出てるので、ちょっと違和感があるような手で、まあ、普通はこっちから、こちらがもう結構価値が低いと考えて、こちらに先着する方が普通なんですけど、まあ、あえて打ったような感じですかね。ここは何か挟みたいですよね。ここはよくコスミとかもある手なんですけど、ここに出てますんで、ちょっと開かれますとちょっと甘くなりそうな感じですよね。はい、これは戦いの手ですね。穏やかに定石通り打つですとこういう進行なんですけど、やっぱりまあこうとかちょうどいいところに打たれてしまいますんで、この場合はこの定石選択はあんまり良くなさそうな気がしますね。勢い、こういう別れになりましたね。これはどちらがやったんでしょうか。なかなかすぐには判断できないような感じがしますね。まあ、当然押す手でも何か他の手もあったとは思うんですけどね。ここの出切りがちょっと、まあ、あるんですよね。まあ、なんか守ってこっち打つと、いや、こっちコスミつけるような手ももしかしたらあるのかもしれないです。まあ、実戦は押しました。ここは気持ちいいところですね。そうですね。まあ、出切りをこの2目取りで防いだような感じですね。でもなんとなくこっちも打って、ポン抜いて、まあ、ポン抜きじゃないですけど、まあ、抜きまして、ちょっと黒が立ち回ったようなイメージではありますかね。ここの問題が、これ軽い手ですね。ここで渡ると、これをどうするんでしょうか。出切り取り行くのもちょっと嫌なんですけどね。取り行きますと、
取り行きますか、一応。そうですね。こういうかける手が。これちょっと白まずそうですね。なので、これ取ってもあまり良くないかもしれないので、できないですかね。こうやる。こういう変化を嫌いましたかね。この図を嫌った可能性もありますね。なので、ここで捨てに行きました。まあ、こういう石は、まあ、結構こういうところにへばりついてるんで、まあ、捨ててもいいんですけど、まあ、一応この石から、この石が大事ということで、ちょっと戦ってる感じですかね。ここで付け切って、隅より中の方が大事ですからね。今ここでこうやって隅を生きるのは、何も味がなくなって、つまらないということですね。切られると黒も悩ましいですね、打ち方が。そうですね。切りから打たれ、この、本当はこっちから行きたいんですけど、この主張が多分悪いんでしょうね。当たりますよね、黒にね。この主張が悪いということで、この図はできなかったと。隅を生きたんですけど、まあ、先ほどよりは味が残っていて、まあいいという判断ですね。しのぎの足しになってますね。まあ一応取れてるんですけど、ちょっと味が悪い取り方で、こういう取り方なら、なんとかなりそうな感じもするんですよね。こうやって、もしくは、どうなのか、打ちすぎになるか、どうかっていうギリギリの手ですかね。そうですね、抑えられないのがちょっと黒つらいところですね。抑えると当たりから放り込まれてやる手が、でもこれはなさそうですね。これ攻め一応勝ってますけどね。あ、次が効いてると、手順わかん、そっか。こっから普通にやってって、ここ出られてしまうますよね。出られてしまうと嫌なので、次が効かないようにつないだんですね。そうですね、攻めがちょっと怪しい感じとか、攻め取りが具合が、まあ、大きいっていうことですね、G でもこれ。でもなんとなくここら辺は黒石を割いて、割きながら、しのいでるので、ちょっと白ペースかなと思いましたね。ここつなぐと、こうやってまとめて、で取られちゃいますんで、これは仕方ないですね。切りまして、この白はまあ楽ですよね、しのぐのは。
まあ、そうなると、ここ稼いだ実利と、ここ取ってね、しのぎましたんで、まあ、白が良くなってる、かなと思いましたね。はい。で、こう伸びが、こっち打たれて、ちょっと見損じだったんですよね。はい。これで勝負が、早く決着つきましたね。これ曲がっても、コスミがありますかね。コスミでいいでしょうか。こうやると下がって、こっちやるしかないですけど、こうやって、どっちも入れないですからね。はい。なので、伸びが後手ということで、これで、黒の投了となりました。はい。この碁は、すごく、依田先生らしいような碁で、しっかり実利を取って、しのぎ勝負にした感じですよね。すごいうまく、強いなと思いましたね。はい。これで依田先生が決勝に進みまして、はい、マスターズカップに続き、最近は調子がいいでしょうか。はい、決勝の日時はまた見てみたいなんで、はい、また待って、まあ、楽しみにしたいと思いますね。はい。で、次回はアマの名人戦の、決勝3番勝負が行われましたんで、その後、やりたいと思います。はい、じゃあそれでは失礼いたします。